ヘサキリクガメは、ハチューコウカメモクリクガメかマダガスカルリクガメ族に分類されるカメ。マダガスカル北西部固有種最大高長48.6センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。廃校は、ドーム状に盛り上がり、上から見るとやや細長い。甲板は成長輪が明瞭だが、老齢個体は摩耗し、不鮮明になることもある。 円甲板の前円や後円はややのこぎり状に尖るが、老齢個体は魔法し、不鮮明になることもある。後部円甲板の外円はやや反り上がる。左右の第十二円甲板は融合する。廃校は、高褐色や肺褐色、泡褐色で、杉目の周辺は暗色で縁取られる。大型個体は、シームは暗色だが、その周辺の暗色斑が消失することもある。 円管板同士のシームには、設計の暗褐色の反紋が入る個体が多い。左右の喉管板は融合し、前方に突出する。種小名はイナフェラは、身につける、一つになるなどの意で、融合した喉管板に由来する。和名は、この突出した喉管板を、船のへさきになぞらえたことが由来になっている。英名、アンギュレーテッドは、喉管板が角張っていることが、 ブラウシェールは、月の葉になぞらえたことが由来になっている。復興は黄色で、大型個体は、不明瞭な褐色や暗褐色の反紋が入り、全体が暗褐色になる個体もいる。頭部は中型。粉端は突出せず、上顎の先端はわずかだが、針状に尖る。頭部は黒や暗褐色、褐色で、鼓膜の周辺に黄色斑が入る個体もいる。 頸部や獅子、尾は黄色や単行褐色。容体は、あばらパンのカンパンから、円パンにかけて放射状に2から3本の筋模様が、入る個体もいるが、成長に伴い消失する。以前は、陸亀目属ジオコロンに含まれ、属内では、放射画目に、最も禁煙な種とされていた。各 DNA 及びミトコンドリア DNA の、 塩基配列の分子系統学的解析から本種と放射画面の2種は、陸ガメ属の多種とは近縁ではなく、セーシェルや同じマダガスカルに分布するアルダブラゾウガメ属オールダブレーチェレスやクモノスガメ、属ピクシスに近縁と推定されたため陸ガメ属から分割する説が有力とされた。頭骨や肝板の構造、分子系統解析において本種が放射画面よりも、 アルダブラゾウガメ属やクモノスガメ属により禁煙な可能性があることから、本種のみでヘサキリクガメ属暗号の化を形成する説もあった。一方で、最用法による分子系統解析では、本種と放射ガメで単系統群を形成するという結果が出ていること、別属として分割するほどの差異はないとして、本種と放射ガメでマダガスカルリクガメ属を構成する説もあり、 こちらが有力とされる。乾燥した、落葉公葉樹林内に点在する、竹林の林園及びその周辺にある乾燥した、矢淵に生息する。11翌4月や、降雨の直後に活発に活動し、5から10月になると、落ち葉の下などで休眠する。植生はほぼ植物食で、主に豆かバウヒニア族の低木の葉を食べるが、他の子の葉。 赤ひげがやヘテロポゴンコントルチューズなどの草なども食べる。繁殖様式は乱生。飼育下ではマダガスカルでは11の12月に交尾した例があり、ホノルル動物園では5の9月に交尾した例がある。飼育下ではマダガスカルでは1の5月に、ホノルル動物園では9の11月と5月に産卵した例がある。1回に主に3から5個の卵を、 年に最大7回に分けて産んだ例がある。卵は168から266日で孵化した例がある。生後20年で生成熟する。英名や旧俗名暗号の化は多種も含めた生息地での故障に由来する。農地開発や焼き畑農業及び畜産業での野焼きなどによる生息地の破壊。マダガスカル国外でのペット、展示用の乱獲。 人為的に移入されたカワイのシシパタンプクアラス、ラーバタスによる卵や、幼体の捕食などにより、生息数は激減している。マダガスカルでは、法的に保護の対象とされ、採集、飼育、無許可の移動が厳しく制限されている。一方で密漁、摘発されることもあり、日本でも密輸された個体の摘発例、 工述する、飼育か繁殖施設で1996年に、武装集団によって盗難された個体が、アメリカ合衆国、オランダベルギーなどで販売され、業者が摘発された、例などがある。生息地では、寒気の前に、政府や NGO によって計画的な野焼きを、行いあらかじめ炎症を防ぐ、防火体を形成したり、飼育か繁殖個体を再導入する試みが、 進められている。ありがとうございます。